こんにちは。今日は、このマムを紹介させていただきます。普段ですね、キクという名前で、全国に流通しておりますが、お供えだとか、仏花としてのイメージがとっても強いこのキクですけれども、僕はですね、普段結婚式のお花であったり、お祝いのお花であったり、華やかで持ちもいいこの菊をかなり多用しています。今日はそんなギフトのお花としてのこのマムを、ちょっと作っていきたいと思います。まあ菊というね、名前だけ聞くとやはりお供え物のようなイメージを持たれてしまうんですけれども、このマムという名前、まあ、クリサンセマムというところから来てますけれど、これをどうにかやっぱり一般の方々に認知していただいて、お葬式だけが菊じゃないということを知ってもらいたいなと思います。完成しました。今日はとにかく菊がしっかりと表情を見せてくれるように、その他のお花との対比、まあ、色の対比、形の対比、その素材感の対比というのがしっかりと見えて、菊の表情が豊かに見えるように気をつけて作ってみました。先ほどのアレンジメントが秋色で華やかだったのに比べて、今回は白とグリーン、そして少し青を加え、爽やかな仕上がりにしてみました。マムが引き立つように合わせたのは、やはりマムとは違った形のお花だとか、グリーンもふんだんに使う、そんなところがポイントかなと思います。今回は少し、ほんの少しブルーをお花に入れました。そしてラッピングにもブルーのペーパーを使い、リボンにもブルーを、こういう少しちょっとした気を利かせた合わせ、これが上質な雰囲気を醸し出してくれていると思います。